こんにちは。教育を裏から伝えていく野板弓道の北岡と申します。今回の進化する授業、進化する教師第2弾の特集でして、今回は下越有明中学高等学校の副校長先生でいらっしゃいます、佐野先生にお話を伺うことになりました。佐野先生、本日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、はい、その進化する教師っていう言葉は勝手にちょっとこっちで決めさせてもらった部分もあるはするんですが、先生がこう例えば今の状態に至るに至ったきっかけとか、はい、なんかそういったものからお話ししていただけますでしょうか。はい、これはちょっと個別的な話ってなると思うんですけども、前の職場ですね、開通にお世話になる前の職場の時に、どうやってこう生徒たちにとって豊かな場が作れるんだろうってすごく考えた時期がありまして、で自分なりにこういろんな取り組みをそれに合わせて実践したんですね。で当然それによっていい、自己満足ですけども、生徒たちがこう輝くような場面は作られていったと。ただそれがこう一緒に作っている仲間、要は先生たちと本当につながり合ってお互いを理解し合ってそういう場が作れてたのかというと、それができてなかったんです。でそのおそらく多分自分の中にその分からないんだったら、自分はどんどんやりますよっていう、その自分のエゴみたいなものはおそらくあったと思うんです。で僕は生徒にそういう場が作れている、先生たち作れてるのっていう、多分自分の内側にはそういう、なんか比較するようなそういう何か自分がいたんだと思うんですよね、今振り返ると。で結果としては同じ学校の中で生徒たちが受ける授業になんかこう混乱が起こりやすい、こっちの授業のスタイルがいいよね、いやいやこっちでしょっていうのが、言葉にはなってなくても受け止める生徒の方にはこうどういうことっていうのが起こってくる。でそうなるとこうなんてか先生たちの中にも対立構造というか、いやこうするべきでしょ、いやいやこうするべきでしょっていう、このべき論がぶつかり合う。どっちも本当に大切なことだと思うし、どちらも生徒にとって大事だと思っていることを提供しているにもかかわらず、こうなんか対立構造になってなんかこう全体としてうまくいかないっていう経験が自分の中にあって、でこれをこう本当にどうしていったらいいのかっていうのをこういろんなこう自分なりに学び続けた結果、そのさっきは進化するっておっしゃってましたけど、進化っていうよりも僕自身のことを理解して、僕がもっとこう、どうあるのかっていうことを突き詰めない限り、本当にみんなでいい場を作っていくことっていうのは無理なんだなと。自分が関わる人と自分が率直にものが言えて、で相手が本当に自分の中で大事にしているものも僕自身も受け止められる、そういう関係性が作れない限り、何かこう一緒にやりましょうよと Doing を考えても、なかなかこう深いところで協力し合って理解し合って作っていくってことができないので、どっかでこう破綻していくっていうのをなんとなくこう気づいてですね、で僕自身は一旦ちょっと外側じゃなくて内面をどう、整えていくかとか、どう向き合っていくかっていう、でそこから少しずつ自分の近い人とこう対話的な、何でもない会話も対話的に、それから相手が本当に大事にしていることって何なのかっていう理解をしようとするっていうところから、始めるっていうことを始めたのがきっかけというか、ありがとうございます。先ほどちょっと年齢の話といいますか、自分のこう一回り上と、言われてましたけれども、自分も含めて、自分が例えば中学受験はしたんですが、その時って受験する人クラス学年全体にこう1人か2人ぐらいだったんですよ。で私立に行く人がそんなにいるわけでもなかったですし、でもともとこう詰め込み型教育っていうものをされて育ってきた人間じゃないですか。そういった人たちが
まあ、先生がどうしてそれ以外といいますか、そういう新しいというか、またその教育に関して違ったスタイルを提案していくことができるようになったんでしょうか。うん、ですね、まあ、さっき言ったそのまず自分自身がしっかり相手の大切にしてものを受け止めるとか聞くっていうことを始めたと。でそれって僕はその当時進路を担当してたんですけども、その時にまあ、生徒が進路の相談に来てたんですね。で、まあ、進路相談を受けて、でそれに対して適切だなと思われることを返してたと。だけどなんかあまりこう1週間経って彼らとまた話してみた時にこう変わっていく様子、まあ、あの時納得したはずなのに、なんでその自分でそうするって決めたことをやらないんだろうなって思ってたんですね。でやらないのって、自分が決めたんじゃないのっていうことがこう続いてたんです。で、まあ、その自分がまず聞く姿勢っていうのがもしかしたらまだまだ本当にここの底から聞けてないんじゃないのかなって思って、まあ、聞くっていうことをこうトレーニングして本当に受け止めるっていうことから、まあ、そうやって相談に来てくれることを話していくうちに、それまでは語られなかったそのもっと深い悩み、進路の悩みだけじゃなくて、それはきっかけであって、いや実はまだ誰にも言ったことないんだけど先生聞いてもらっていいとか、いや本当は家でこんなことが起こっててとか、いや実はっていうのがどんどん出るようになったんです。あ、これは自分は本当の意味で聞くってことができてなかったんだっていうのを思い知らされたんですね。でそれである、時ちょっとこう重たい悩みを受け止める、まあ、生徒言ってくれる生徒何人かいたんです。これ一人で聞くのはいいけど、その彼ら自身が、まあ、僕には言えるけどこう僕とはずっと一緒にいるわけじゃないんで、なんかもっとそういうコミュニティみたいなのを作れるようになった方がいいんじゃないかと思って、一人一人に同じように悩んでる子いるんだけど一緒の場で共有してみるってことをしてみないって結構勇気いると思うんですけど、でもまあ一人ずつと丁寧に話したら、まあ、みんなもやってみるというんで、中高生8名ぐらいですかね、で、まあ、ある時時間を取って集まって、じゃあそれぞれがこう苦しんでる思いを共有しようかと、やっぱりもう30分ぐらいこう沈黙がもう言えないんですけど、だけど一人の子が勇気を持ってこう語ってくれたんです。で他の子はこう泣きながら、事象は違うんだけどもやっぱりこう苦しんでるっていう意味では同じで、そんなに頑張ってたのだってもう泣きながら受け止めてくれて、誰も言葉はしないんだけど受け止めてるっていう感じはみんなが分かって、で1人目が終わりで、また少し間ができたんですけど2人目が語り、同じように3人目4人目ってこうみんなが語り合った後に、まあ、ネガティブな話と涙しかなかったんですけど、終わった後のこうエネルギー感っていうのがすごかったんですね。でそこから出てきたのが何かっていうと、そのでもこれ僕らよりもっと苦しんでる子知ってんだよねっていう言葉だったんです。で、まあ、児童養護施設で悩んでる子が実は知ってる子でいるんだと、で彼らのために何かできないかなって、ちょっとこのチームだったら何かできそうな気がするんだよっていうのを誰となくこう出してきて、でこれがチームになって自分たちで実際動き始めたんですね。誰も何もそんなことも企画してないし、僕も何も誘導してないし、自分たちの中から立ち上がってきた。で僕ちょうどその頃はその、まあ、U 理論っていうその、まあ、理論、まあ、勉強してきて、でまさにこうそれだなと、なんかその誰もその意図してないんだけども、それぞれがこう自分の中にある真実を出し合った時に、自分では見えてなかった世界にバンと開けて、そこから何かこう立ち上がってくるエネルギーみたいなものからこう生み出していく、新しい何かを生み出していく、クリエイティブしていくっていう、あ、まさにこれだなっていうのをすごく見させられたんです。でこれがその大人の中での関係性と質の向上のためにも、それからクラスとか生徒のコミュニティの中でも、そういう対話ベースでできたらもっともっと豊かなその場が学校の中にたくさん作れるんじゃないかなっていうのをすごく感じて、で
その、まあ、U 理論っていうのとその NVC っていうのをこうベースにその場作りみたいなのを学校の中でやるようになってたんです、うん、でそれが、まあ、まあ少し授業の中だったり、まあ、当時は総合的な学習の時間だったり、まあ、あとはまあキャリアとか、うん、まあザ授業じゃないところからまあスタートしていったんですけど、だん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 一般の授業の中でもその対話みたいなのが入っていくように変わっていったっていうのが、まあ、流れというか、はい、そうなんですね。自分もまあそのさっき塾やって、まあ、ここの近くだったんですけど、あの自分も結構聞き役が得意だったので、うん、いろんな話をしてくれるんですよ、うん、でも塾だと結構それ以上踏み込めない、うん、でそういう話してきて、まあ、共感して大変だねって、であまりにも結構やばそうな場合は、うん、まあ、室長とかに相談しますけど、うんうん、もうそれ以上自分って何もできないじゃないですか、うん、しちゃいけないじゃないですか、はい、だから正直解決できないまま、まあ、フェーダーとしてあの自分の手の届かないところに行ってしまう例っていうのは結構見てきていて、うんうん、学校だからこそやっぱそういうことってできるものなんでしょうか。そうですね、まあ、当然学校でもその今おっしゃってたようにその言えない子言いたくない子っていう子も当然いるので、うん、そこはなんていうんですかね、こう無理して語らなきゃいけないっていう場ではなくて、あのパスするのもありだし、その場を離れて聞いてて辛くなることもあるじゃないですか、うん、そういう時はスッと離れてもいいっていう、そこはなんか丁寧にあのケアしながらやっていってますけど、多分そういう本当に言ってもいいんだっていう場が作られてなかったのが多分今までの学校で、みんな明るく元気で仲良くその同じように同じことが求められて、だからそこから外れてる自分のに気づくと苦しくなって、なんかここに馴染めない、でも馴染んでるふりはしなきゃいけない、で多分それは相当苦しいと思うんですよね。僕自身あの小学生の時に、まあ、あまり裕福じゃない家庭だったんです。なんかうちにの、まあ、アパートでトタン屋根って、うん、でああいうちょっとボロッとしたアパートで、お風呂もついてなくって、うん、そこやっぱり友人の家に行ってあっって思って、うん、じゃあ今度自分の家に遊び来いよって言えるかっていうとなかなかちょっと言えないなっていう、そうするとなんとなくこうそれはそんなことないよっていうふりはしなきゃいけないけど、なんかあの頃はまだそれでもそのいい大学に入ることでいい就職ができてっていうのが、まあ、規定路線で、まあ、ある意味確約されてたからいいんですけど、うん、今はもう明らかにそうじゃなくなってて、それでもなんかあり中高での学びのあり方、小中高での学びのあり方とか学校のスタイルが割と昔の方がまだ残ってたりすると相当苦しいよなっていう感じるはずなんですよね、子どもたちが。その社会で日々過ごしてる時に当たり前じゃないことをなんかこう創発できるようになんなさいねみたいな雰囲気は感じる。でも学校に行ったらそれは言われるけども、でもデザインとかスタイルとかコミュニケーションのあり方はその旧来というか、まあそうじゃない感じで、このやっぱりダブルバインドは子供を狂わせるっていうか、だからやっぱここをできるだけ僕らは一致させるようにしていく必要があるんだろうなってすごいずっと思ってて、で僕自身もやっぱりそれがあったと思うんで、そこはなんかこう回収していきたいっていうのが根本にあります。なんかこう筋トレって、うん、昔はこう毎日腕立て旋回とかしてたじゃないですか、うんうん、でも今は科学的に相手、うん、こう休憩を入れることによって超回復みたいに証明されてて、うん、みんなそれ実践するじゃないですか、うん、でも勉強って毎日腕立て旋回のようなものが好まれてるじゃないですか、うん、未だに、自分もまた、まあ、塾の時なんですけど、夏休みにこう400時間勉強しろと、うん、って言って1時間自習させるごとにシールペタペタ貼らせていったわけです。で400時間じゃ達成したっつってわーっつって喜んでるって、うん、先生と親だけで、うん、本人全然そんな嬉しくないわけですよね
で400時間こう達成しても不合格になる子もいれば、達成しなくても合格になる子もいて、なんでその両者その筋トレも勉強も結構科学的にいろんな証明とかされてるじゃないですか。ところが勉強に限っては未だにまだこう苦しむ方がいいって思われてる。これをどうにか崩していきたいなって思うんですけど。そうですね、本当に、その何ですかね、こう結果としてこう学んだ量が多いとか、すごく没頭してるっていうのは大事だなって思うんだけど、その前段階で本人が選択する前からそれが次々に提供されることで、まあなんかフォアグラ作らされてるみたいな、食べて太ってっていう感じにはすごく感じるんですね。だから僕ら自身のその関わり方が、その彼らの可能性をちゃんと信じて、で見取って、で対話して、その時にまあ問いかけて、自分自身がやっぱり選択したと。で選択したらやっぱり当然責任もついてくるから、それが多分 本来的なその彼らの原動力になっていくのが理想なんだと思うんですね。まあその前に、まあ学び中毒っていうか、こう没頭する、うわ面白っていう、ゲームだったり YouTube だったりに負けないぐらい、この学ぶことに喜びを感じられるような、なんかそのきっかけみたいなものが、まあ僕らの方に多彩に持っていて、それをこうシュッとこう見せることで、うわってこう入っていける。でそれがまあなんか前提にあって、でそれをさらにこう提示して、彼らが選択して、なんかこう結局さっきおっしゃってた、その何百時間を自分は選ぶんだと。でそしてもっと学びは深められる、こういう進路を選ぶんだっていうような、こうそこがなんか根本的にあるか、それともこうフォアグラ作りにハマっちゃってるかっていうのがすごい大きな差だろうなと思うんですよね。そうですね、こう先生あるあるだと思うんですけども、まあ、塾も学校も先生自身の、あの先生自身の先生のその指導経験の成功例が最高だって思いがちになりませんか、なっちゃいますよね。で、だから例えばこう入られた時に先生自身はまあそういう考え方、もちろんこう対極にあるとは思ってはいないですけれども、でも周りにはこれまで通りのこう詰め込み型の勉強がいいと思われている方もやっぱりいらっしゃるじゃないですか。でそれってこう自分の成功体験だから、かなりこうがっちり固まっている、そういう人たちとこうやり合っていく、どのようにやってこうしてきたんでしょうか。その多分いくつかあるんですけども、その人がそれをやることでその、まあ、得たい何かっていうのが多分あると思うんですよね、もともと。でその得たい何かがその方法じゃない方法でも当然可能、でそういう選択肢はないのかっていう、まあ対話っていうとあれですけど、やっぱり丁寧に話を聞いて、あそういうこと大事にしてるんだと。で僕らの方も、あの僕です本当に最初の頃ってそれがあったんですけど、その部分だけ見るとそれ以外のそのケア、生徒に対するケアとかをしてないと思ってたんですよね。でもちゃんと話聞いたりちゃんと見てると、 そこ以外のケアとか対話とかもされてたりすることもある。でそこを僕が認めないでこの部分だけこう否定するみたいなことがよくあって、でそもそもそれはなんで今そういうことを大事にしてるのかっていう、その背景みたいなこととか、その彼の中の彼女の中のその歴史的っていうかね、そのさっきおっしゃってた、まあ、仮に成功体験だったかもしれないし、そうじゃなくて自分がうまくできなかったけども、それをやることで生徒にとってすごい岩ができたからとか、なんかそういうのをちゃんと丁寧に受け取った後の関係性ができてからの提案とか、こういうのはどうなんだろうねっていう対話が、なんかこうちょっと異質なものを生み出せる可能性はあるなと思ってですね、受け止めないまま、いやそれはこうの方がいいんじゃないっていうのを提案するよりも、まず何を大事にしてるのかとかっていう、そもそもここの信頼関係、
なんか見た目だけでこっちが判断してることが、まあいろんな先生の話聞くと多いんじゃないかなと思ってて、まあよく相談受けるので他校の先生からも、っていう気がしてます。はい、そうなんですね。さっきこう聞くトレーニングをされたって言ってましたけども、はい、どういうふうな、ですね、さっき言った NVC っていうんですけど、はい、ノンバイオレントコミュニケーション、非暴力コミュニケーションって言って、まあ僕ならのこの学校では、共感的コミュニケーションって呼んでいて、その相手の中にあるその出てる言葉ではなくて、その奥にあるその感情とその奥にある思いっていうか大切にしてるもの、そこが何なのかっていうのをこう受け止めながら、要は出てる言葉に反応的になるんじゃなくて、それはちょっと置いといて、何を今感じてそういうなんかこう言葉になってるのか、でそのもっと奥にある大切にしたい思い、大切にしたい思いが満たされてればポジティブな感情が当然起こるし、満たされてなければネガティブな感情が起こると。でも別にネガティブな感情って僕らが勝手にラベル貼ってるだけで、今自分が大切にしてる思いが満たされてないよっていうシグナルでしか本当はない。でもそれに不快感を感じてるから、こう言葉として厳しくなったり強めになったり、誰かを攻撃しちゃったり、こう対話してる僕側を責めたりしてる可能性ある。でもそれがメカニズムを分かってたら、バーって言われてもそこはちょっと一旦流しといて、あれもしかしてなんか満たされてないんだなと、じゃあもしかしてこういう今こんな感情とか、そのあそうかそうか、理解がもしかして されてないことにイライラしてるっていうことが、こうフィードバックすることで本人が気づくとトーンダウンするんですね。でそれまではまずとにかくちゃんと受け止めるっていうスタンスがあるかどうか、でそれからその言葉を受けた時に、当然僕の中にも感情とか、その僕が大事にしてる思いがあって、そこが満たされてるかどうかみたいなことも出てくるので、こう自分の感情へその思い、それから対話の相手の感情や思いみたいなことに意識を向けながら、その受け止めるっていうその対話のまああり方と技法なんですけど、でこれはやっぱり生徒とか、それからいろんな方と話をする中で、そのいかに自分がこれができてなかったのかっていうのが分かって、それからは一旦ちょっと自分のことを置いてまず受け止めるっていうことをまあ、トレーニングしたっていうか、まあ、やってるんですね。先生の仕事もされながらってことですか。あ、そうです、そうです、はい、放課後にちょっとそういうワーク行って、はい、受けたっていう。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次にその新クラス、その機構でやられる新クラスのことについてお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね、新クラス その一番大切にしているのが、今まさに話させてもらったその対話をする上でまず聞く、受け止めるっていうこと、それ何かというと、その僕らその教員が、まあ、トレーニングしてできるようになっただけじゃなくて、彼らってやっぱりこう30数名で一クラスで一番対話するのは仲間、でその時にその自分がちょっと些細なことだとしても気になっていること、違和感、まあ、悩み、そういうものを受け止めてくれる人がその仲間だったら、自分たちでそれをこうなんていうんですかね、こう対話を通して 解消していけるというか解決していける。でそれをすることで、この仲間の中では自分は率直に自分の中にある感情や思いを出してもいいんだっていう安心安全の場がこう担保されてる。でそうなると当然関係性の質も高まって、本当にさっきのそのちょっとお話ししたそのネガティブな話だけしたメンバーで、まあプロジェクトを作って動いてた。だからなんかプロジェクトとか探求をする前提のこの仲間との関係性の質が高まるためには、これがすごい大事だと思ってたんですね。なのでその新クラスのオリエンテーションでは、やっぱりその受け止めるこの対話の技術というかあり方みたいなことを始めて、そこからこうまあ 2ヶ月間くらいは丁寧に、まあオリエンテーション期間じゃないですけど、授業も始まりますけども、そういうことをまあお互いに理解し合ってもらいながらクラス進めていくんです。でそうすると見事にまあ1年経つと、本当に僕らが学びたくなるぐらい人の話を受け止めてくれて、でフィードバックもあって、
本当に僕らが整理されてない時は逆に聞いてもらう時あるくらいになってるんですね。なので本当にどういう場に彼らが出て行ってもナチュラルに話せて、それもしかもその自分の感情もオープンにして語れて、その場にいる人たちとつながりながら語れるので、なんて言うんでしょうね、こう発表っていう感じじゃなくて、目の前に100人いても対話してる感じで、こう語るような発表がなされていくっていうのは、いやすごいなと思って。で、発表がうちの子得意じゃないんです、話すと得意じゃないんですって言って入ってくる方もいるんですけど、もう僕らその発表のトレーニングとかって、まあ機会は持ちますけど、こうそんなに教えるってことはしてないんですね。それよりも目の前にいる仲間が聞き手としてすごくレベルが上がっていくので、その自分が最初もごもご喋ってるようなことも受け止めてくれるんで、どん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 こうありありと語れるように変わっていくんです、うん、だから本当にグッドリスナーがグッドスピーカーを育てていくっていう感覚にどんどんクラスの中でなっていくので、あ、いつの間にこんなになんか語れちゃってるのっていう、そのついこの間までいやちょっとってこう人前での絶対無理ですみたいな子が気づいたらなんか素敵な感じで語ってるのにはもう本当驚くんですよね。でそこから、自分たちで本当に気になって、要は語ることで自分が整理されて、自分が大切にしてる思いにまで自分で気づくので、じゃあその思いからどんな一歩を踏み出すのか、いわゆるそれが探究でありプロジェクトなので、でそのプロジェクトをその同じようなその思いを持ってる仲間とコラボして作り出して、学内だけじゃなくて学外のメンバーとも要は一般の方とかいろんな方ともコラボしてその形にしていくっていう、そういうプロセスを経ながら自分にとってもっともっと必要だなと思える学びってなんだろうっていうことに気づいて、どんどん個人でこう学びを深めて、そして広げていくっていうスタイルの、まあ、クラスコンセプトになっています。はい、ちょっと長すぎました、ね、それはもうあらゆる授業でそれが展開されているんです。そうですね、まあ、ベースっていうか、まあ、一番キーとなっているのがプロジェクト化っていう独自教科があって、それは週4時間あってですね、まあ、1年目はさっき言ったような対話とかそういうこともやりながら、自分が何大事してるかって気づきながら、でそれに加えて全ての教科がで対話的にそのいろんな切り口でそれぞれがそのテーマに合わせて考えていることや感じていることをこう出し合って深めていくっていうのが基本的なスタイルの授業になってます、うんうん、それはこう先生方は、まあ、教えるではなくてファシリテーターのような役割、ね、うん、そうですね、はい、その先生たちはどうやってその訓練というか、そうなのでその1年目その準備の年、このクラスが作られる準備の年は、まあ、10名のメンバーがまずはこうコアになって授業とそのクラスをサポートしていこうということで、でもまずさっき言ったようなことをまず自分たち自身がそのできてる必要があるねと、それは何かというとさ、まさにおっしゃってたように教えるのはある意味先に準備ができて、それを伝えて分かってることを提供して分かってる範囲の中で質問を受けてっていうことなんで、恐れなく恐れのない状態で授業ができるなんですけど、こうオープンにすればするほどこうどんなものが飛び交ってくるのかが分からなくなる、やっぱりそこには先生が不安になるっていうものもあると、じゃあそういう何が不安なのかとかっていうことも一般的には授業で一人でやるのでこう個人で解決しなきゃいけない、先生とはこうあるべきみたいにどんどん固まっていきやすいなと、でそれをその10人のメンバーではまずその合宿でその出し合えるような場にしていきたいなっていうことでちょっと合宿したんですね、10名で。でまずとはいえその我々もその普通の教員をやってきているメンバーなので、そのいきなりその自分の不安を他の先生たちにさらけ出すっていうのは怖いわけで、まずはそのみんなが安心できるような 場作りからしましょうよと。でそれでペアでインタビュー、過去にどんな体験があって、それからどんなふうにその自分の中でこういう大切なと思ってる価値観が作られていったのか、それをこうお互いにインタビューをする。じゃあ1人30分ずつこの項目についてとにかく聞くで、いやインタビューしましょうと。いや30分も聞かないよこんなのって言ってたんですね。だからお互いやって1時間で帰ってきてくださいねって。
全然返ってこないんですよ、うんうん、やっぱりこう普段そんなことをこの同僚に聞かれたことないで語ると聞いてくれるから気持ちよくなって片方で1時間でお互いやって2時間、うん、全然返ってこないで2時間で2時間帰ってきた後に今度はじゃあ聞いて僕が北岡さんの話を聞いたこれを北岡さんの代わりに仲間にこうシェアすると。で北岡さんは僕の過去の体験とか今大事にしたことをシェアすると言うと、あそんな風に受け取ってくれたんだっていうこの信頼関係がより深まっていって、でこの仲間でまたさらにダイアログして、あそうだったんだと、で今度またもう10人にそれを聞くしてって拡大してって、でそれでなんか今までこう味わったことない理解し合ったことないものが見えてきて、で丁寧に話をした後に、まあ、今ポジティブな過去の体験とそれぞれが大切にしているものをシェアしたんだけど、とはいえそればっかりじゃないよねと、普段なんとなく感じている違和感とかちょっと気に入らないなっていうところも多分僕らの中にあるよねと、ポジティブ出したらちょっとこっちも出そうかって言って率直なのをじゃあ出し合おうよと、それをこう丁寧に出しちゃったんです。いやじゃあ率直に言いますけど、いや実は北岡さんの普段こういう風にされてるところがなんか気になっちゃって、なんか僕はなんかあれですごくこういう感覚があって、なんかちょっと、うん、うまくそれはフィードバックできなかったんですけど、正直言うとそうなんですみたいな、いや他の方から僕にもあったりとかっていうのがこうお互いにちゃんと出し合って、でそれも出した後になんかもう一度じゃあこんなのも出したこのメンバーでそのどんな未来、その一つの開通っていうところじゃなくて教育っていう文脈でもっと先僕らが定年した後どんな学校があったらいいのかねって、うん、僕らがこう定年して戻ってみた時にうわこんな素敵な場になってんだ学校ってなってるのってどんななんだろうみたいな、ちょっとそれを思いつくままにちょっと出してこうっつって、まあ、付箋にみんな書いてもらってそれをダーッと打って映し出してプロジェクターでそこを、あそんなのもあるね確かにとか言ってそのままダーッと出てくるとわーってこうなんかそれがこうみんなの中のアイデアになんとなくこうなってきたところから、じゃあ10年後どうなんだろう、5年後どうなの、1年後は、明日は、うん、でも明日そうだったらいいと思ってんだけどなんで今日できてないんだろうねって、何がそれ阻んでんだろうねみたいな、率直に出してみようかそれもっつったら、やっぱりこうこんなことやったらバカだと思われるかもとか、こういうふうに言ったらそんなの無理に決まってんだろうって言われちゃうかもとか、まあなんかこういろいろ出てきて、やっぱりそういうのが自分たちの中に恐れとしてあるんだねって、じゃあこのメンバーで一個勇気を持ってやるものを決めて一歩踏み出してみようぜよって、どれにするみたいな、でその一個決めてでそれだけはこうみんなで明日、まあ明日っていうかその帰りからやってこうって、だから2日間で本当はコンセプトの話とかもしようねなんて言ってたんですけど一切せずに、このメンバーとしてはどんなものを望んでて、そこに自分はどんな風に関わっていくのか、何者として関わっていくのかみたいなことだけはシェアして、でもそれから帰ってきてからのそのミーティングはもうすごいスピードで動き始めて、まあ多分あれがフロー状態で3ヶ月間ぐらいで決めなきゃいけないこと全部決まって、びっくりするような体験が僕らはさせてもらって、それがある意味その体験がそのまま新クラスのそのコンセプトになったというか、彼らにも体験してもらいたいものだよねっていうことでなっていて、なので僕らはそれが体験としてあって、そこからそれの授業に授業の在り方にどうこうフィードバック自分の、まあ、映し出していくかっていうのが、なんか教科っていうよりも在り方から自分の教科に向き合ったっていう、いや怖いけどこれもオープンにしてテーマだけ提供してみんなで語り合ってもらって、その中に自分も入ってみる、やってみますみたいなのが始まって、でも当然いろんなこと起こるんで、悩んだ時はその順に集まって、いやこんなんで今グラグラしてるんだけど、いやちょっと正直
こう言いたくなるとか、こうもっと誘導したくなる自分がすごいあってとか、彼らからもっと教えてほしいですって言われると、やっぱりそれも必要なんじゃないかなっていうのもあるんだっていうのを率直な悩みを出し合って、そうだよね、あだよね。だけどやっぱり僕らがあの時考えてお互い出し合ったもの、そこから作られたコンセプトってこれだったよねって、でここに戻ろうっつって、勇気持っていこうかっつって、でまたみんながそれぞれの授業に戻ってでしたよやって、やっぱりその繰り返しで、未だにやっぱり不安もあるし悩みもあるんですけど、やっぱりそこに戻ってみんなで対話して、やっぱこれだよねっていう、でどっちかというと今生徒の方がそういうことじゃよりこっちじゃないんですかってこう指摘されることがもう生徒の方とか卒業生からあって、確かにっつって、なんか教わることの方が多い感じの、そんなあの、はい、教師のあり方みたいなのを授業の中に落とし込んでったっていう。それとじゃあその新クラスのまずその先生方が変わった、で生徒たちも変わったっていう情景を目の当たりにした周りの人たちの衝撃って相当なものだったじゃないですか。そうですね、その少しずつそのまあ要は生徒、当然生徒1年目ってその僕らはそのコンセプト通りに説明会でも理想を語るんで、でも聞いてない子もいたし、よく分かってないけど来たって子もいたんで、当然1年目もうすったもんだが毎日しながら、もう多分3年ぐらいはそれがもう毎日のような感じで、それでもうやっぱり1年2年って経つとそのコンセプトになんかあってあった対話がなされてくっていうか、で彼らの中でもいろんなことが起こっていって、自分で動き始めて、僕らがびっくりするようなプロジェクトも立ち上げたり、その活動があったり、そしてそこからその自分の進路っていうものに向き合ってこれでいきますってなった後のその進学するためのいろんな取り組み、それはその一般受験であったり、その総合型選抜であったり、いろいろあると思うんですけど、そこに向き合うことは本当に何だろう、少し寝ればぐらい真摯に向き合ったんですね。なのでそれぞれの やり方で当然勝ち取ってきた。だから本当に卒業するときにそこのクラス全員が本当に満足した3年間でしたって言って出てってくれたんです。いやこれが本当に僕らにとっては最高の喜びで、でそういう姿をやっぱり少しずつ少しずつこう見て感じてくれてたその先生方が、まあでもいい面とまだ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 の面もあるんで、当然最初から全員がおーっていうんじゃなくて、その近しく見てくれてた人たちが自分もこの関わっていくっていうスタンスを取ってくれて、ちょっとずつそれが広がっていって、で今ではまあほとんどみんなが協力してくれて運営してるっていう、そういう状態になっていったって、でそれは本当ありがたいですよね。だからなんかほら一部の人だけがやってる、今何やってるんじゃなくて、本当に全ての先生たちが協力してくれてるから存在できてるっていうものだと思ってて、最初は当然なんか急に生まれたもんだから理解できないっていうところに立ってたか先生も今すごく分かってすごく協力してくれてたりとか、ありがたいなっていうのは本当に思います。そうですね、はい、周りの生徒も、うん、いい影響にはなっていくんじゃないでしょうか。そうですね、なので今その他のクラス、オーセンティッククラスの中にもその対話的な授業展開っていうのも入ってきてて、あとはプロジェクト化っていうのもこちら2時間週2時間なんですけども、取り組みとしては新クラスで培ったものが僕らにあるので、それらの要素をこう入れて、で彼らの中で学びとして使ってくれてるので、展開はしています。それから中学生の中でもその授業展開の中にそういうものが入っていってるので、まあ、拡大はしていると思います。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。なんかこう自分の中での今までこうできたらいいな、でも無理だなっていうのをやられてる方だって自分は思ったんです。で自分は今までは
人でやるとやっぱりしてきた部分もあって、うん、で確かに人の力を借りれば絶対一人ではできなかったことができていくって分かってはいるんですけれども、うん、じゃあなんでそれやらなかったのって聞かれたら、そう巻き込むことに罪悪感というか、うん、まあ、自分のエゴなんじゃないかなってちょっと思っちゃう部分があったり、だから これが楽しいからやっていこうよって言って、でじゃあそれに賛同してくれた人がいたとして、失敗したらどうしようとか、うん、失敗自分一人だったら自分の責任だけで済むじゃないですか、うん、だけどこう人巻き込んでしまうとやっぱそういった怖さとかもある、なんか自分の対話みたいになっちゃってますけど、今だからそこをこう、まあ、乗り越えるじゃないですけども、そこをこう今の状態、先生のやられているようなことに、まあ、どうやってというか、すごいなんかまあすごい個人的な話ですけども、うんうん、でも先生のようになるにはどうしたらいいのかっていう今自分は思っている部分もあるんですが、いや僕も正直同じ悩みをずっと持ってたんですね、うん、その前は本当に何も考えないで突っ走るぞと、でついてこれる人来いって、でその後その自分の在り方が大事なんだっていうことに気づいて、それでも前に進みたいと思った時に、なんかこうみんなをこう巻き込んじゃってるんじゃないかっていう思いで、すごい葛藤がずっとあったんです。でその葛藤があったんですけど、その今僕の中にあるのは、その相手が選んで一緒にやってくれてるっていうことは、その相手の人の選択で決めてるのに、それが申し訳ないんじゃないかっていうのも逆にまたエゴだなと思ったんですね。その力づくじゃなくて、僕は本当にこれ大事だなと思ってて、こんな風になったらいいなっていう、こんな世界になったらいいなって、これ理想であるんだと、でそういうことをこんな風に一緒にやっていけたらすごく嬉しいなと思ってますって、でそういうことは勇気を持って伝えるようにしてるんです。でそこに乗っかってくれる人っていうのは、ある意味その人の選択で決めてくれてる、で選択しなくてもいいなって思ってて、だから一つの組織の中でもそこは少し時間差が当然あっていいなって、今だったら自分も参加したい、もっと後になって参加してもいいかなと思ってくれる人もいる、でも前はその今すぐ乗ってくれっていう強い思いで、そこからそうさせてる自分は葛藤があった。でも今は僕自身は本当に大切だと思っていることは伝え続ける、だけど選択は任せる、でそれが授業の中でも同じ感覚があって、僕が喋ってることを30何人みんなが同じように興味持つってないよなと、だから強弱あるし、いやそうちょっと当然その今はそういう話を聞きたくないんだって、その子の背景だってあるし、いろいろあると思うんですね。だけどその見た目で僕はその昔はなんで聞かないんだよって、すごい聞きゃいいのにとかっていうのがあったんですね。でもよくよくさっきのその対話がちゃんとできるようになって聞いてみたら、一人一人の中にすごい深い悩みとか苦しみ抱えてるんだと、それ思い知らされた時に、何にも分かってないんだからどういう表現をしてたって、その中に何があるか分かんないのに、こっちが決めつけて自分のエゴを通し続けるっていうのは、そこは本当にそれこそエゴだな、だそこの選択は任せる、それは年齢関係なく、同僚だろうが先輩だろうが、その生徒の彼らだろうが、そこはなんかあんまりこうぶらさないようにしてて、でも聞いてもらいたいっていう思いがあるんだってことはちゃんと伝えて、それは受け止めてほしいんだよねって、でもう一回話すねっていうようなことは言います。聞いてないことをずっとよしとしてるっていうよりも、僕の中にある感情とか思いはシェアして、そして任せるって、それは大人の人に対してもそうで、で乗ってくれたら、じゃあこういうふうにやっていきたいんだって、みんなの思いも聞かせてほしくて、でその子じゃあこのメンバーで
こんなふうにやっていくってどうかなっていうふうに僕自身はシフトできたので、それからなんか待てるようにもなったし、なんだろう、僕のエンジンじゃないエンジンが動き出すこともすごく多くなってきたし、なんか前はなんか自分のエンジンばっかりで嫌だったんですね。そうするとほらついてきてくれてる人もなんか僕に依存するみたいなこともあったんで、強依存だったと思うんです、うん、でもそうじゃなくなった時にこうみんなのエンジンが動き出して、ああすげえってこう素直にいろんなエンジンがあって面白いみたいな、で僕も乗せてっていうそういうようななんか関係性に変わってってからですかね。うん、ありがとうございます。なんかこうそういう先生がいらっしゃるって説明会とかスクールガイドとかではわからないじゃないですか。そうですね、なかなか、うん、で自分はそういったことをもっと伝えていきたいっていうふうに今思ってこういうようなことをさせていただいてはいるんですけれども、うんうんうん、なんか例えばそうこう保護者の方々がじゃあ学校説明会行きました、まあ、この開発有明でも別の学校でも、そういう時に何かこうそういった先生というかそのスクールガイドとか説明会で話していること以外にどういったところを注目したり、どういった質問をすればなんかこうこういう考え方で教えていますっていうものが分かるようになるんでしょうか。多分僕が言ってようなことのそのまあ皆さんの前で喋る、僕がそれを喋るものと、まあ、他の学校のちょっとこういう質じゃないんだけど言ってることってそんなに差がなかったりすると思うんですね。でだから結局何かちょっと見えないものなんだと思うんです。でこれって何かっていうとやっぱ文化だと思うんです。でその文化って何で見出すかって言ったら多分感じる以外僕はないなと思ってて、で一番いいのはこの生徒がどんな感じでいるのかとか、どんな雰囲気でいるのかとか、僕らってどうせ当然そのいいこと言うに決まってるじゃないですか、説明会でも見学会でも。でも生徒は素で語ると思うんです。要はプレゼンテーションしてる生徒とかっていう意味じゃなくて、その歩いてる生徒に、うん、ねえって言って、まあ、自動な感じって言って、いや、めっちゃ楽しいですよとか、いや、なんかこうなんですよとか、それってどうしてと聞いた時に多分、そっから出てきてる言葉っていうのが多分彼らがこの文化の中で感じてる、そのエネルギーを言葉にしてくれるんだと思うんですね。それがすごく大事なんじゃないかなって、うん、僕は思ってて、あんまり表面的な言葉とかよりもなんか出てるエネルギー感とか、そのなんかこう生徒の動きとか、やっぱりすごい純粋にその文化とかエネルギーを感じ取ってくれるから、やっぱりエネルギーが低いと動きも鈍くなるし、エネルギーが高いとわーって、まあ原子とか分子と同じでエネルギー高くなるとどんどん激しく動いていくみたいな、それはある意味彼らがこう純粋にそのエネルギーをこの文化から受け取ってるっていうことなんじゃないかなっていうのは感じるんですよね。うん、保護者側って、うん、まあ、まず合格実績とか、はい、偏差値とか、うん、やっぱ見てしまうじゃないですか、うん、でもそれって、うん、逆にそれしかあんまりこう見れない、見る手段がない部分ってあるとは思うんですね。からそういったもの以外のものを分かりやすくできるような何かがあれば。そうですね、はい、あと例えばこれって言ったらみんな気をつけるかもしれないですけど僕やっぱり、ね、気になるのは先生がなんかこう生徒が活動するじゃないですか、授業でもいいんですけど、例えばアクティブラーニングの授業とかっていうのをその先生がこう他の先生方に紹介するときに、アクティブラーニングってことは生徒がこう能動的に活動していることをアクティブラーニングっていうわけですよね。でもその先生がいや、この時間この場面で生徒にはこういう活動をさせて、で次に
それを他の仲間と共有させて、でそしてそれを発表させてって、させてさせてさせてって刺激同士なんですよね。それは結局先生がなんかさせてるんで、能動性ではないじゃんっていう話 でそういうのがなんかこう言葉としてこう多い。やっぱ言葉って思考なので、普段やっぱり考えてることが言葉として出てくると思うんですよね。だからこういう場面で生徒たちがこう仲間とこう対話しながら深めていってっていうのは、生徒が主語じゃないですか。だからそうやってこの授業のデザインを見てるのか、先生が主になってなんかこう活動をデザイン作って、それでそういうふうに生徒をこうある意味や、ね、刺激同士で引っ張ってるのかっていうのは、まあ、言葉だけでそうじゃない先生もいるかもしれませんけど、僕はなんとなくちょっとそこは気になるところがありますよね。だからなんかそういう表現とか、そういうあとは眼差しとか表情とか、だから生徒も先生見るときにこうなんていうんだろう、見方が指示を待つような見方なのか、これで合ってますかっていう見方なのか、それともね先生ってこう素直にスッと入って、先生ってこう入っていける関係性なのかっていうのは日常だと思うので、それが日常が多分表現されるので、それはすごい大事かなって。僕一番びっくりしたのは、その開発の卒業生があの大学生になって、その、まあ、よく来てくれるんですね。で帰る時に同じ大学のあの学生さんに、いや明日ちょっと高校行ってくるからと、えなんか書類取り行くのって、いやいや先生と話する、え先生と何話すんのって、え先生と話すのに何とかって あるのっていや何でも話すればいいじゃんって、えってすごいギャップがあったんですって。でそれ話聞いてたら、高3の時の担任の先生の名前すら覚えてないんですって。逆に何してたのって聞いたらしいんですよ。そしたら、いや高校は、まあ、受験のためだけに行ってたからで、課題とか勉強だけ、で先生とそのプライベートの話とか一切したことない、悩みなんて聞いたこともらったことないって、えー、ってなったらしくて、え俺たち今でも聞いてもらってるよとか、だからなんか授業もね当たり前に手伝い行くしとか、手伝ってくれる人ちょっとブワーッと来てくれるし、みたいなことがあって、だから当然彼らも学び中毒になって、もっともっと深く学びたくなったら大学進学するに決まってると思うんですね、海外も含めて。だけどその前提として高校中学の6年間がその空虚なものになる必要は全くないと思うんですよね。一日一日が充実しながらも学びが深まってて、その大学進学するための学びとしっかり結びついて、それは行きたいところに行けばいいっていう、それがまだ明確になる前から必要なものだけ提供するっていうスタイルじゃなくても、それは当然できることだと思って、それは両者はその対立するものじゃなくて統合して融合してちゃんと勝ち取ればいいだけの話なのに、なんかそこが乖離しちゃうっていうのがなんかすごい残念だなと思ってて、そこはまあ僕らがまだまだ発信ができてないし、そういうような学びのあり方ができるんだっていうのが示せてないところだなと思って、それはもっともっとこうちゃんと構築して、もしかしたらそういうことが個人の中にあってシステムとか制度とかまでデザインとして見えるところまで行ってないんだなって、それは反省で、そこも示してその安心してこう本当の意味のこう学びとちゃんと受験での学びっていう学習と呼ばれるものが一体なんだっていうのがなんか広がったらいいなとは思ってます。いろいろお話したいです。いやありがとうございます。はい、一個長くなって、すみません。全然とんでもないです。はい。じゃあ、そういった形で今回、佐野先生にお話を伺うことができました。今回の動画がこう偏差値だけとか合格実績だけとかそういったもの以外で学校を選ぶ一つのいいきっかけになればいいかなというふうに思います。佐野先生、本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。